こんにちは、シュウです。ジャパンカップ予選杯が今日4月24日日曜日最終日っていうことなんで、ちょっと解説していこうかなと思います。で、現在の順位が 0.3% で多分一応王冠圏内だと思うんだよね。で、今日日曜日だし、最終日だし、結構追い込んでやる人もいるんじゃないかな。で、ランキングダンジョンでやっぱ大事になってくるのはスピードだと思うんだよね。パズルスピード。パズルを早く動かして、コンボ数を狙いに行きつつタイムを縮めるっていうのが理想なんじゃないかな。やっぱタイムってすごいスコアに影響してくると思うんだよね。で、今回のランキングダンジョンで大事なのはやっぱボスだよね。あそこがね、どうしてもきつい。盤面最大組んでも倒せないことがまあまあよくあって、しかもあそこ最大ダメも狙いたいから、ほんと落ち込んに頼るしかないんだよね。だから運ゲーが結構すごいんだけど、そこは仕方ないのかな。ほんと落ち込んを待つしかないっていう感じですね。試行錯誤を繰り返して。ってことで、とりあえずやっていこうか。ここはね、とりあえず早めに色を組んでいきたい。オッケー。今のはなかなかいいんじゃないかな。できれば落ち込んは来てほしいな。で、次、回復はね、なるべく処理していきたいんだけど、無理だな。次処理できないな。できるかな。今良くないね。遅いパズルが。しかもちょっとずれてる、いろいろ。で、次ね、なるべくスキル使いたいんだけど、多分倒せないんで、アルレシア使います。名前合ってた。名前ちょっと今適当に言ったんだけどね、合ってたわ。オッケー、いい落ち込ん。で、次、木の4-3が組めるんで、多分倒せるんじゃないかな、次のフロア。で、闇の全体一応入れとこっか。闇ね、あんまり副属性でないんだけど、一応全体はね、入れといて損はない。さっきも一応火の全体入れといたんだけど。あー、この落としどうなんだろうな。時間的に。ただ、コンボだからそんな悪くないんじゃないか。うわ、危ねえ、今。余裕で達すると思ったけど、結構ギリだったね。オッケー。で、次エンハンス使って倒して、やっぱラボスだよね。ここまではね、何回かやれば多分いけると思うんだよね。まあここは余裕なんですけど、このボスが本当にどうしてもきつい。色濃い。いや、この押し込みがボスで来てくれれば。いやー、これどうだ、木が少ないな、スピカ使っても。本当はここ盤面に全色あって、次スピカ使うのが理想なんだけど、木少ないんでスピカじゃなくてラグドラスピカにしますね。これだとね、時間がかかっちゃうんだよね、ラグドラスピカだと。しかも盤面見るって速攻でパズル始めるのが結構難しい。難易度が高いんですよね。あ、でも今回うまいなんか字が実際入っちゃってうまい。ほら、ここで落ち込んがないと、最大が狙えないんだよ。いや、一応倒せたけどね、これじゃダメなんじゃないかな、どうだろう。ただ、道中はそんな悪くなかったですね。一応結果見てみようか。一応多分、元々のスコアが最高だから、表が出た時にはね、今のスコアがちゃんと表として現れないんだけど。いや、ほらね、最大ダメージが少ないんですよ。これでね、どんぐらいなんだろうな。これ、次ボタン押しちゃうと、ピラミッドの表みたいなとこ行っちゃって、過去の最高スコアが出ちゃうんだけど、これで 1% 入れないのかな。多分 1% は入れないですね、これだと余裕で。余裕で入れないね。なんで、やっぱ道中っていうか、ボスのあそこの最大ダメを狙うしかないんじゃないかな。こんな感じですかね。11万4千点。これを何回も繰り返してようやく出たスコアっていうのがやっぱ最高得点になるんじゃないかな。はい、ということで、じゃあ今回はこれで終わりたいと思います。バイバイ。